はい、こんにちは、高井です。今日はね、このワイドグリップで、懸垂が何回できるかやってみますね。はい、13回でしたね。懸垂はね、結構毎日やってると、回数増えてくるんですけど、たまにしかやらないとなかなか、回数が増えません。で、今回この懸垂のね、道具が新しく手に入りましたんで、これでちょっとトレーニングを続けていって、今回13回でしたけど、何回できるようになるかまた定期的にね、測っていきたいと思います。以上です。